怖い。ここでさ、前、ここでつまずくんだけどさ、そこは力抜くしかないです。ここはあまりチャレンジない方がいいと思う。そこはね、上からロールインしちゃった方が、上でワンプッシュして乗せた状態で降りた方が、いつもそこでつまずくんだけどさ、そこは前に荷重かけすぎるんですよ。前の足の力を少し抜いて押してあげないと当たった瞬間引っかかります。おお、そう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 、サンキューサンキュー初めてできた。前にしっかりかけてるとそこで引っかかるんです。そう、前何回やってもそこでそこからつんのめるわ。気持ち後ろ荷重に当たる瞬間だけ押してあげないと逃げていかないから。すげえ怖かったけど足はでも前足すぐすぐ横に行かないです。あ、ほんと初めに腰はこれなんですけど、で、怖えやでも初め、こういうことやって練習したら切り切りジャンプって決まれる。へぇー、形ジャンプで。そんな技だと。あ、そうそう、そういうところで軽くいつの子はテンション抜けられるとか。バランス取れるよ、ね。あとパタパタの練習つって止まってっていいって、この動きだけだよ、基本的に。これで回したりするだけだよ。一番分かんないのはさ、そのバジボートに置いても足の場所ってよく分かんないから。もうね、足がね、踏ん張れ疲れちゃって